ねえねえ、ケイチさん。はい。石森先輩。何？おはようございます。おはよう。おはよう。今日もよろしくお願いします。お願いします。では今日もお便りからいきましょう。はい、お願いします。はい。東京都にお住まいのラジオネーム基本早歩きさんからです。ありがとうございます。美しいケイチ、可愛いナギちゃん、イケメンの石森さん。はい。ゴリラこんばんは。ゴリラ。可愛いナギちゃんに質問です。はい。ナギちゃんはいつもヘラヘラニコニコしていますが、はい、一応人間なので辛いことやストレスがたまることもあるかと思います。はい。そういう時はどうやってストレスを解消していますか？なんか、はい、まあ辛いことも嫌なこともあるけど、なんか、はい、あんまストレス、何がストレスかわからないですよね。うんうん、解消してるかもわからない。そんなに溜め込まないと。はい、でもあるかどうかもわからへんとストレス、そう嫌やなとかどうしようって思うことあるけど、はい、なんかストレスが溜まってるって感覚はないです。あんまり、すごい、その時に終わらしてるかもしれないです。そのなんか動物実験なんかでもそうらしいですけど、はい、ある程度のストレスが生き物にないと、なんかあ甘えすぎてというか、うん、そのヘラヘラしてる感じになってめっちゃ早く死ぬらしいですよ。私やんやばいな、ね、私早く。そうそう、だからストレスを誰かに与えてもらわないといけない。与えて、黙ろう。俺が与えるわストレス。黙ろう。黙れよお前や。もううるさい。起立で着席よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、このクラスの担任モンスターエンジンの大林です。では早速出席を取ります。上西。はい、皆さんは何系が好きですか？あっさり系、こってり系、 N700 系、それとも上西系？上西系。ありがとうございます。滋賀県から来ました20歳のケイチこと上西系です。よろしくお願いします。はい、お願いします。続きまして渋谷。はい、東京の渋谷といえば8個前、ほんじゃ大阪の渋谷といえば渚前。これからはずっと渚前で待ち合わせやで、大阪府出身19歳渚こと渋谷渚です。よろしくお願いします。はい、お願いします。最後西森。どうも、二の裏子の西森王子、モンスターエンジンの西森洋一です。何年前やお前。よろしくお願いします。何年前のそのトリオの名前と間違うねんの。トリオ、トリオやったんです。トリオやったんですよ。そうなんですよ、もともとね、モンスターエンジンはトリオやったんです。そうなんですか。そうですよ。そうです。そう、モンスターエンジンがトリオやったんですよ。だから全然別の二人じゃなかったんですよ。そうです、そうですね。これ以上はちょっと。なんで全然教えてもええやんか。仲良しなんですか、トリオで。仲良し。モンスターエンジンさんは仲良しで組んだんですか、コンビを。そうですよ。まあね。まあでも僕、うん。へぇ。聞いた方も何もなかった。へぇ。そんなバカなやで、そんなリアクション。そうか、それでうんって言われたから、違いますよって言った方がなんかいろいろあったんかな。うん、全然仲良しじゃなかったけど組んだんですよ。気まずなると思って、うへーって言うてる。質問もやめようかじゃな。気になって質問をする場合は、はい、なんか答えが返ってきた場合に、うん、何かその別の角度からもう一個質問してみる。なんかちょっとぐらいなんか思うやん、とか、なんか、はい、いつですかとか、なんか、なんか、NSC でですかとか、なんか、そんないろいろあるやん、なんか、うん。あ、そうなんですか、でも、とか、うん、その、なんかね。それだけ知れたらよかった。それだけを知りたかったんや。でも仕方ないな。さっき言うといて。そっからさっきは特に。これだけ知りたいんですけどって。これは。さっき言うといてたから、うん、はい。これだけ知りたいから、あとはもう私何も言わないですよって言って。はい、うん。一つだけ聞いていいですか、うん、だけ聞いていいですか、そうそうそう。うん、それで言ってくれたら。わかりました。はい。厄介やな、ほんまに。うん、というかで、何でした、ストレスね、うん、ストレス溜まることないんですか、うん、ということでした。あ、でも一回爆発したの思い出しました。お、何ですか。あの一回めっちゃ覚えることがたくさんあって、はいはいはい、でその時にいっぱい資料をもらうんですよ、うん、紙、なんかダンスを覚えるのに立ち位置表とか、はい、ダンスの振り V とか大変そう。それをずっと夜
夜中ホテルでずっと覚えてて、で相部屋が藪下柊ってくれたんですけど、で先に寝てて、で私だけ覚えてて、その資料がなんかもうなんか適当で、なんか読めなかったんですよ。なるほど、見にくかったよ。でそれでもプッチーンってきて、ムカついて、資料の束持ってこんなんできるかって言ってボーンって床に投げつけました。わかる。でもそれ、まあ、分からんけど分かるっていう感じかな。じゃあずっと寝てた藪下柊ちゃんがバッと起きて、なぎさ大丈夫ってめっちゃ心配してくれて、初めて私のそういうとこを見たって。なるほどな、想像できひん。そういう一面もあるんやね。だからもうその時はもう我がを失いましたね。我ね、我が我がも我よ。間違ってもないけども。なるほどな。ケイチはストレス発散の仕方というか、でも私はほんまに、なんかこまめに出すことができないタイプで、もう溜めて溜めて一気に出しちゃうタイプなんですよ。そういう意味では一緒やな。こまめには出さへんやろ。はい、そうですね。何で腹立つの？回数が多いんじゃん。だからそのそうなんですよ。全然その腹立つやろ。溜め込まれへんっていうか、ちっちゃいんじゃん。許容範囲がケースが、ケースがストレスケースが、ストレスケースが確かにちっちゃいかもしれないですね。ちょっとしたことでイラッとするし。あ、そう。はい。ちょっとしたこと、渋滞とかでもイラッとするってこと？いや、渋滞とかっていうより、なんかそのこれは私も言ったことあるんですけど、このラジオで、覚えてんの？はい、言わんといてや、その話聞いたって言わなかった。お前忘れてるやろどうせ。何分から何分から反省会しますって言ったのに返事が返ってこない時とか、返事してよ聞こえてるならって思いながら。で、あ、そこで言うわけではないってこと？言う時も。あ、でも私結構言っちゃう。あ、言っちゃうからストレスたまらないんですかね。まあそうちゃう。でもケイチさんいつも最後にボソボソって一人でなんか言う。あ、なんか言うの？返事してよみたいな感じのこと。でそれを隣で聞いてる子が、ケイちゃんが返事してって言ってんで、返事してみたいなことを言ってくれます。終わりの会やもうな。体育会系な感じでもないんや。その誰かが、先輩が喋ってたらみんなが後ろに手組んで、はいみたいな感じでもないんや。全然やな。怒る担当なんだから、ケイチが。そういう意味では結構怒ってます。ああそう、ブチ切れたったやん一回な。そのそうなんですよ、返事せやこらーみたいな返事せえんかった時だいぶびっくりされますね。まあでもたまにはね、そういうこと言わんとピリッとねせえへんしね。でもめっちゃしょっちゅうエンジンやるんですけど、15分前にライブの、はいはいはい、集まれん時とかはもう15分過ぎてんねんけどって叫びます。そのせっかく高めていこうっていうエンジンに遅れてくるってどういうことやねんってなんもんな。はい、そうめっちゃ遅くて、みんな集まるの、何をしてんのみんなその時。メイク直しとか、着替えるの遅かったりとか、ありますね。なかなかの鬱陶しい理由や。でも叫んだら、やばいケイチが怒ってるって言ってみんなパパって来てくれます。へ、プロ意識やっぱ高い子はそんなの遅れてけえへんってことやっぱり。もうやっぱり15分前にちゃんといる子は決まってます。なるほどな、はい、麻痺するもんな、学校みたいになっとったらな。はい、普通にな遅れていったんちゃう、このだから。そわざと遅れていって、はい、なんか始まらへんなみたいな、ほんならブワン出ていって、こういう気持ちなんじゃんって言って。倍返し、いや倍返し、その日のライブ大失敗になるやろけど、そんなことしたらめっちゃ言われそう、私のメンバーに。なるほどね、はい、そういうストレス発散法が、はい、ございますということでございまして、では授業を始める前にお便り募集のお知らせです。はい、この番組では皆さんからのお便りを募集しています、はい、番組の感想、こんな授業をやってほしいといったご意見、また私たち NMB48、 そしてモンスターエンジンさんへの質問疑問、何でも OK です。宛先はE メールは nmb@abc1008.com、 おはがきは郵便番号 530-8410、 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組の係までとなっています。たくさんのお便りお待ちしています。そして今週の ABC ラジオはスペシャルウィークやったるデイズと題して、各番組さまざまな企画を用意してお送りします。こそ番組でもスペシャルなこの番組でもスペシャルな企画を用意しています。最後までお聞き逃しなく。それでは行きましょう、 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、今日も授業スタートです。
です、1時間目は社会の授業です、はい、今日の社会では一人旅に出ていただきます、何の気兼ねもなく保有の一人旅を楽しんでくださいということで、はい、では早速なぎちゃん問題を読んでください。はい、温泉に一人旅に行きなさい。はい、今回温泉での一人旅を楽しむのはなぎちゃんです。では行きましょう。お願いします。今日は温泉への一人旅、素敵な露天風呂が最高、ザブーンと行きますか。あー気持ちいい、超気持ちいい。やっぱり温泉、露天風呂は最高やな。ちょっとあなた、子供ちゃうねんからちゃんとマナーを守ってちょうだい、はい、危ないでしょ。あ、おばさんすみません。すみませんじゃないでしょ。ねえ、はい、かけ湯もせんとねえ、はい、かけ湯もせんとパチャパチャ、え、かけました。入ってからかけ湯してもかけ湯の意味も知らないんですが、え、すみませんじゃないでしょう。はい、私の耳に、はい、水がお湯が温泉の、はい、あ、これはやばいな。だいぶよくわからんところで笑ってるぞ。これは水が入ったじゃないの。え、いつはどうやって入ったんですか。ジャバーンってあなたが飛び込んだから、その時にバシャーンってかかってきたのよ。え、岩と思ったの私のことねえ、すいません。肌色やったでしょ。はい、いますから、ね、すいません。え、すみませんでした。すみませんじゃない、すみませんでした。ねえ、ほんまに、はい、まあまあええわ。それにしてもあんた、うん、若いだけあってお肌ピチピチやな。ちょっと触らせてくれるか。どういうこと。まあいいですよ、はい、どうぞ。なかなかピチピチやね。そうなんですよ、こんにゃくのような張りがあって。そうなんです、若いだけあって。はい、うん、おばさんも胸大きいですね、うん、ちょっと触ってもいいですか。いいよ。ドン。うわ、あ、いいですね、うん、どんどん触り、どんどん、そう、どんどんって言いながらどんどん触ったらええ。どんどんどん、吸うてもええよ。スースー、吸うてもええよ。はいはい、そうそう、スースー、左も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 、はい、吸うてる、吸うてる、左も、はい、もう、みんな右ばっかり、もう左も、わあ、そうそう、吸いましたって。吸った？はい、うん、おばさん、うん、おばさん、私一人旅でちょっと寂しいんで、この後お部屋に遊びに行ってもいいですか。ええよ、でもおっさんやで。おっさんやったんかい。おっさんやったね。太ってるおっさん。最悪や。変態やん。変態やん。おっさん。ただの変態やん。鼻触って乳首触らして、おっさん。ギリギリバラしたからよかったけど、ここで。え、おっさんやった。おっさんやったね。え、でもおっさんやで。いや、もう犯罪ですやん。怖い。わ。分かれへんからね、もう。80歳ぐらい超えてきたらもう分かれへんで。まあ、たまに、おっさんと。たまにおじいちゃんかおばあちゃんかどっちか分かれへん人おるやん。うん、けど。そう、赤ちゃんと一緒に近づいていくねんて、また。最後。死を迎えるにあたって、どん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 この。どっちが分かれになってくる。犯罪、軽犯罪やったからね、今のは、うん、乳首吸わしたりするのはね、うん、ちょっと怖かったですけど、はい、さあでは続きまして、ゲイチ問題を読んでください。はい、温泉に一人旅に行きなさい。はい、続きまして温泉での一人旅を楽しむのはゲイチです。では行きましょう。お願いします。今日は温泉の一人旅、素敵な露天風呂が最高、ザブーンと行きますか。あー気持ちいい、超気持ちいい。やっぱり温泉、露天風呂は最高やな。ちょっと君、ちょっと子供じゃないねんから、マナーを守って。はい、岩の上でそんな M 字開脚されてもやめてください。 してませんから。してるやないの。飛び込んだんですよ。飛び込んだ後すぐ上がって M 字開脚してるやないの。やめて。する意味ないでしょ。妖怪やもん。岩の上で M 字開脚して、雲やん。そんなごくごく飲まない、その自分が入ってるところのお湯を。えらいごくごく飲んで。何やと思ってるんですか私を。ちょっと本当にすみませんやないで、ちょっと映画にしてや。ちょっとまあまあ、ね、あの、なんでおじさんがおるっていうか、なんでおじさんがおるんやろ、うんうん、おじさん、
この露天風呂混浴ですか？え、混浴ちゃうよ。 え、看板見た？看板、はい、女風呂やで。なるほど。このおっさんだいぶややこしいな。え、何、どうしたん？女風呂やけど。え、まあ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 、ええわ、はい。まあ、それにしてもあんた若いだけあってお肌ピチピチやな。でしょ。ちょっと触らせてくれるか？ダメに決まってるでしょ。なんで？あれ、そういえば脱衣所にはブラジャーがあったはずやのに。触っていいってことか？え触っていいってこと？おらへん。え、何？なるほど、このおっさんのブラか、うん、なるほど。最近は男性用のブラジャーが流行ってるっていうしな、うん、あのブラジャーおじさんのブラやったんですね。あれ男性用ですか？いや、女性用やで。あれは、え、何、女風呂やで。ここもね、え、ブラジャーは女性用や。昔から女性用やけど。え、なるほど。このおっさんだいぶややこしいな。うん、まあまあまあな。ちょっと大きい声出してごめんな。実はおっさんな、一人なんで。え、ん、おっさん、え、おっさん、うん、おっさんって言います。おっさんやで。え、おっさんやって。おっさん言ってるやん、さっきから。どっちですか？おっさんやん。おっさんか、この人。そうやで、おっさんやで。女風呂やで、ここ。え、おっさんやで。ちょっとちょっと、録音の方、変な人がいます。いや、怖いな。怖い、怖い。あまりにも堂々と言われたら何か分かれへんだろう。そうやな、絶対パニック。いや、そんなお部屋にザブンと入って岩の上ですぐ M 字回復して、それ注意された湯船使ってお湯ゴクゴク飲んで、もうごっつ気持ち悪いから。上西さんらしいな。もうらしい、らしさが出てんねや。絶対出ないでしょ、私。そうな、らしさが出てるんよね。というわけでチャイム鳴りました。社会の授業はこれでおしまいです。最近道中で会った時やライブ中に、お、ジョニーさんやんと言われることが増えました。でも私嬉しいんです。それって毎週土曜日22時からの ABC ラジオ NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組を聞いてくれてるからですよね。ありがとう。そして受験シーズンらしいですね。頑張れ頑張れ。さあ、2時間目です。2時間目は国語の授業です。今日12月12日はイージー一時の語呂の合わせから漢字の日とされております。いい字、一時ね、はい。そこで漢字に関するクイズを用意しました。では圭一、問題を読んでください。はい、滋賀県大津市の地名です、うん、大きなものと書いて何て読む地名でしょう。はい、滋賀県大津市の地名でございます。大きなものと書いて何と読む地名でしょう。フリップにお書きください、どうぞ。あ、これは滋賀出身のね、うーん、ならパンと出てくるんでしょうか。何やろ、普通に大阪もあるしな。あ、そうなんですか。大阪もこれあるで。あるっけ。うん、阪神遠征にあるし。尼崎か。俺ここの、あの、これ通る電車乗って仕事行ってたもん。尼崎ありますね、これね、うん、あるある。西大阪線かな、阪神。うん、なんかあんまりフューチャーされてない線。住んでる人もすっげえ変な名前の駅いっぱいあるんで、そこ。そうなの。うん、服とか。服な。あそこな。福吹きの服で服だけとか。服あるある。あそこ、ね、そんなあるの。はい、さ あでは皆さん書けましたね。お答えを出してください、どうぞ。ケイチからいきましょうか。はい、広物。大きなものと書いて、はい、広物。なんか普通に読まんへんタイプかなと思って、うん、そうね、広物、うん、なるほど、はい、広物。なぎちゃん、大仏、うん、大仏、うん、物を仏と読むということで、うんうん、なるほどね。西森、僕バッファロー。なんで大物やか。大きいものでバッファローです。いや、大物もっとあるやんか。カタカナなってるやん。ほんで大阪のやつやったら大物なんですよ、うん、大物ね。あ、大物で大物って思うけど、うん、大物じゃないんやろうなと思ったから。なるほど、じゃあもうバッファローかな。なんでその二択なの。いいですか、では正解発表しましょう、はい、正解は大物です。あら。あら、大物、大物、大物、だから一緒なんですね。一緒なんか。
知らんかった、ね、ちゃうこと多いもんな。でもな大概、はい、なんか変な読み方してここ来たら全然ちゃうやんけっていう時、あそう、ね、何々に行きたいんですけどみたいな時、うん、普通の読み方かいみたいな、あるあるある、うん、この場合は、一緒大もつということで、大もつ、はい、はい、では続きましてなぎちゃん問題を読んでください。はい、大阪市中央区にある通りの名前です。どんぶりの池と書いて何と読むでしょう。はい、大阪市中央区の通りの名前です。どんぶりの池と書いて何と読む地名でしょうか。こんなんあったっけ。通りですか、これは地名ですか。通りですよね。通り、通り、何々通りってことでしょ。うん、こんなんあったっけな。どんぶりの池通りって大概聞いたことあるけどな。まあ細い、あそうか、ね、道でも通りありますからね。交差点の名前とかもあんもんな、うん、そういうのでややこしいやつね。もうなんか南堀江なんとか通りみたいな近くにあるわ、こんなとこも通りの名前ついてるやんみたいな。あ、筋か、筋ってことは筋、縦か、東西、東西、うん、南北か、南北、南北ですね。ああ通りは東西か、ああそうね、南北、御堂筋とかの方やから、うん、アイドルが全然喋ってへんの目つぶって地図を思い浮かべてて、何やろこれ。通りは、東西で筋が南北なんですよ。知ってた。知らなかった。それ知っといたら結構楽やで、うん、四つ橋筋、そうそうそう、御堂筋、境筋、そうそうそう、まちまち筋は全部東、南北にね、そう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 、通ってるでしょ。そうで、な、長堀通りとか中央通りとか、通り、通りは千日前通りとか、うん、東西、東西、うん、へ、 西から東を結んでるっていうね、うん、へえ。斜めは分かる。斜め、斜め、うん、斜めは何もないで意地悪クイズそれ覚えておくとだいぶいいんですよ、はい、覚えとこう、うん、書きました。はい、よし、はい、よし、はい、さあでは答えを出してください、どうぞ。うん、なるほど、ケイチから。どんじ、どんじ、どんじ筋やからね、これはどんじ筋、どんじ筋、言いにくい、どんじ筋、言いにくいな、言いにくい、どんじ、どんじ筋、なるほどね、どんじ筋。なぎちゃん、どんぼり、どんぼりどんぶりみたいになってるどんぼり、どんぼり、どんぼり筋、なかなか池書いてボリとは言わない、うん、まあどうでしょうかね。西森、俺はね、どんぶりのそのやつって中に点あるから、はい、それで、で池を血で中天地ちょっとこれ当てに行きましたけど、ね、絶対そんなあるわけない、あるもん、あるわけないやろ、うるさい、黙っとく絶対ねえから、年下の女から絶対ないし、絶対ないし、絶対ないわ、西森ちゃん、西森の答えやから、西森ちゃうやん、お前ほっといて、自分で西森って言うな、自分のこと気持ち悪いさあでは正解発表しましょう。正解はドブ池です。え、聞いたことあるような気がする。ドブ池筋、聞いたことあるような、ようなぐらいやけど、ドブ池があったんかな昔、そういうわけじゃないかな、ドン池って言いにくいからドブ池って。あ、まあまあそれもあるでしょう。さあというわけでチャイムが鳴りました。国語の授業はこれでおしまいです。わあわあ、びっくりしたちょっともう今何してんのよ。ほら面白い今。あ、よかった。あ、それとあの一つ、私中卒じゃないです、中卒じゃないです、じゃない。